うございました。大きな拍手をお願いいたします。はい、衣装がとても綺麗で小道具も印象的でした。続いてのチームはよさこい連水間の皆さんです。どうぞ。はい、よさこい連水間さんは出場18回目、楽曲は輪唱玉振りの舞です。どうぞ。こんにちは、よさこい連水間です。本日はよさこい佐世保祭りのご開催、誠におめでとうございます。私たちの町水間でも11月の3日と4日によさこい水間2018を開催いたします。本日は大きい会場で緊張しているメンバーもいますが、精一杯踊りますので、ご声援のほどよろしくお願いいたします。それでは参ります。はっ。よさこい連水間輪唱玉振りの舞。
彩の拍手をいただきました。見ていただいた皆様に感謝の気持ちを込めて、ほっ！ありがとうございました。ありがとうございました。ほっ！ほっ！はい、どうもありがとうございました。もう一度拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。大きな旗、とっても印象的でしたね。はい、それでは続いてのチームに参ります。続いてのチームはよさこい小林勝負会の皆さんです。どうぞ。よさこい小林勝負会さんは出場16回目のチームです。楽曲は郷の灯火です。どうぞ。ご紹介ありがとうございます。皆様こんにちは。こんにちは。佐世保もですね、16回出場ということで、本日は第21回佐世保よさこい祭りの5回祭、誠に誠におめでとうございます。おめでとうございます。少人数ではございますが、皆々様の心に残る演舞、一生懸命踊りますので、応援のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。願います。
よいやっさそれを超えて、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。よさこい勝負会の皆さんでした。もう一度拍手をお願いいたします。少人数ながらも迫力のある演舞でした。それでは続いてのチームに参ります。続いては画伯転生の皆さんです。どうぞ。はい、画伯転生さん、よさこいの常識を覆した曲と踊りで皆様を盛り上げますとのことです。それでは踊っていただきましょう。画伯転生の皆さんです。どうぞ。はい、佐世保の皆さん、こんにちは。画伯転生と申します。私ども画伯転生、福岡県は粕屋町からやってきました。今年踊りますリブレイクという踊り、この佐世保祭りでもたくさんの名曲を輩出してきた山口大先生に作っていただいた曲になっております。とても楽しい曲になっておりますので、皆様ぜひとも手拍子、足拍子、お心拍子よろしくお願いいたします。ちょっと楽曲のトラブルがあっておりまして、はい、ここでですね、ご来場の皆様にインフォメーションいきたいと思います、はい、まず今日ですね、ガイドブック持ってる方、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。その方々は VIP でございます、はい、でこのガイドブックがありますと、この13会場ありますよさこい、そして172チームの情報全部わかりますんでね、はい、バッチリわかります。ぜひ見て楽しんでください、はい、ガイドブックのお求めはあちら白いテントにございます。そしてガイドブックを買うところにはこれも売ってます。 T シャツ素敵でしょ。よっさーって書いてるんですよ、はい、これ今年バージョンです。はい、はい、ぜひぜひこちらもあちらでお買い物いただけます。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、楽曲の準備できました。行ってみましょう。画伯転生の皆さんです。お願いします。それでは参ります。画伯転生リブレイク、ほっ。全人未到、ゆいがたくさん褒められたいぜ。
でカッコつけたいぜ俺らの合言葉合言葉ねえのかよこれが画伯の生きる道だぜI'm 14, 人生毎日自分の回弁当水筒忘れんな難しいことは考えんなあるのはない縁でもない楽しかったらいいんじゃない Dance, dance, everybody dance today 振り付けなんてさ隊列なんてさ関係ないでどうでもいいってその今夜俺と画伯しようぜ会場へお集まりの皆さん、こんにちは。こんにちは。ただいまご紹介いただきました、宮崎、鹿児島、2県をまたいで活動しております、アバレと申します。本日は少人数ではございますけど、精一杯行わさせていただきますので、どうぞ皆さんのお手拍子、お心拍子、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。